こちらは公安休暇の草薙元子だ。私は今レイブン市にいる。ええ、レイチェルも一緒よ。この町は随分荒れ果てているようだけど、ここで暮らしている人は少なくないよね。いつか元の生活を取り戻せるならいいけど。天候が不安定で物資も限られているから、ここでの生活はほとんどゼロから始めなくちゃならなさそうね。野外サバイバルのスキル、そして道具と武器の製作方法も習得した方が良さそうだわ。だけど野外で物資を集めるには膨大なリスクがつきまとうわね。
人で行動するなら私も気をつけなくては。安心して、ここには生存者たちが建てた野営地があるから。夜も仲間と一緒なら感染者や獣に会っても怖くないわ。とにかく注意を怠らないように。くれぐれも気をつけてね。Show. I'll let you in deeper.